太芸型潜水艦2番艦は、クゲイが3月に就役を迎える中、最新鋭の潜水艦が毎年就役している日本。今回は、白ゲイ就役で、今後の潜水艦戦略見直しを詳しく見ていきますね。オーストラリアにも、原潜をアメリカからリースされるけど、アメリカ国内でも機密情報問題が取り上げられている。潜水艦は最高機密の塊ですからね。中国が欲しがるだよ。ハニートラップに引っかからないようにね。2022年は、日本では、いわゆる安保関連3文書等の改定、及び、その内容の承認が、現岸田内閣によって行われ、政治的には、反撃能力の保有を明文化し、実際の兵装では、それを実現するための長距離攻撃が可能なミサイルの取得が打ち出された。これまでも開発が進められていた、現状では、およそ 200km 弱の射程距離の1式地対艦誘導弾を 1000km 級に引き上げる能力向上型、島嶼防防衛用の高速滑空弾などが、その中核となることが注目されている。また、1式地対艦誘導弾の能力向上型は、地上発射を行う地発型に加えて、航空機に搭載する空発型、艦艇に搭載する艦発型など、発射母体の多層化を目指しており、陸海空の3自衛隊で、それぞれが運用する兵装となる見込みだ。ただし、最も、早期に配備が可能とめされている1式地対艦誘導弾の能力向上型の地発型であっても、最短で、2026年度からの配備となるため、その間のギャップを埋めるために、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も検討されている。このトマホーク巡航ミサイルの調達をめぐっては、飛翔速度が亜音速と速くはないため、今更高額な費用を投入して、日本が購入する意味はないというような、否定派からの批判にさらされていることも事実である。しかし、トマホーク巡航ミサイルは、今も、年を追うごとにアップデートを重ねており、アメリカ海軍の艦艇でも、対地兵装としては主力であるため、1式地対艦誘導弾の能力向上型の開発遅延等も考慮すれば、当然必要になるだろう。アメリカ海軍では、攻撃型の原子力潜水艦であるバージニア級には、背面に、トマホーク巡航ミサイル専用の12機の VLS、垂直発射艦を搭載させており、高い対地攻撃能力を与えることで、その価値を高めている。2021年9月に、オーストラリアとアメリカとイギリスの3カ国が、電撃的に締結した、新たな軍事同盟、オーカスによって、オーストラリアは、原子力潜水艦の保有を打ち出したが、この有力な候補が、バージニア級とめされている。ただし、こちらは、2023年1月現在でも、実際に、バージニア級の入手をどのような手法で、どのようなスケジュールで進めるのかの具体策は公表されておらず、まだまだ方針が固まった段階から抜け出せていない感は強い。逆に、2022年10月末には、日本の大手マスメディアの一角である読売新聞社が、日本政府と海上自衛隊が、VLS、垂直発射艦を搭載する実証実験に向けた、潜水艦の建造を検討していると、報じ、大きな注目を集めた。ここでは、その実証実験用の潜水艦が装備する VLS、垂直発射艦には、トマホーク巡航ミサイルの搭載を基としているとも述べられ、その時点では、実際に、そうした動きがあることは、日本の政治的な状況を考慮すれば、いささかの疑問もあった。しかし、冒頭でも述べたように、2022年12月には、いわゆる安保関連3文書の改定と閣議決定で、反撃能力の保有が確定し、
実証実験用の潜水艦への VLS 垂直発射艦搭載という内容は、にわかかに現実味を帯びたと言えるだろう。そうした大きな潮流の変化はありつつも、海上自衛隊では今年2023年3月にも、現在の最新鋭の潜水艦である大ゲイ型の2番艦であるワクゲイが就役する見通しであり、既存の防衛力の強化も並行して進めれている。ワクゲイは川崎重工業者の神戸工場で2019年1月に起工され、2021年10月に進水、今年3月に就役を行うための最終段階の準備が行われている状態であり、その就役がどのような扱いとなるのかが注視されている。というもの、大ゲイ型の1番艦にして、ネームシップの大ゲイが昨年2022年3月に就役を果たした時点で、それまでの防衛政策の対抗で予定された22隻の潜水艦隊の確立が図られている状態にあるからである。まあ普通に考えた場合、現在の親潮型9隻、双竜型12隻、大ゲイ型1隻で22隻という実戦配備の体制から、最も古い親潮型1隻が外されて、ワクゲイがその座にスライドすることになるのだろう。ワクゲイは海上自衛隊で最新鋭の潜水艦であるため取得されている数値が多いが、基準排水量が3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルと、通常動力型潜水艦としては世界でも最大規模を誇る。この大きさも、前級である、そう、竜型をわずかに拡張したサイズ感ではあるが、その正常進化版であることを踏まえれば、デザイン面を、艦すべてが、キープコンセプトの思想の下で建造されたと言って間違いではないだろう。ワクゲイは、機関部の構成も、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターという組み合わせであり、これも、そう、竜型の最終型の2隻から続くものだが、当初より、それを前提としていた点が異なる。そう、竜型は、1番艦から10番艦までの10隻は、機関部には、ディーゼル機関と鉛製蓄電池とモーター、そしてスターリング機関も搭載しており、非待機依存推進とすることで、通常動力型潜水艦の泣きどころをカバーする仕様だった。しかし、この複雑な機関構成は、各々の機関の残量等の把握と、その管理工数も高く、鉛製の蓄電池よりも、はるかに利便性の高いリチウムイオン蓄電池の実用化が可能となったことで、以後は廃止されることとなった経緯がある。ただし、この、そう、竜型前期の10隻と、以後の後期型、大ゲイ型とでは、前者の方が、最大出力や水中の最大速度において数値が上回っており、その分を割り引いても、トータルでの運用効率の向上が選択されたと考えられる。また、ワクゲイラ、大ゲイ型では、大きく重いスターリング機関を廃止したことで、その空いた部分にも、リチウムイオン蓄電池を搭載できるなど、スペースの上からも利点が生じ、これは、ジェンダーフリーの流れにも活用された。そう、竜型までの海上自衛隊の潜水艦では、乗組員は男性自衛艦に限定されていたが、大ゲイ型では、女性用の居住スペースやシャワー設備を確保することが可能となり、これは人員不足の解消という観点からも注目されている。大ゲイ型潜水艦の建造は、これまでと同様に、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場の2カ所が、ほぼ各年で1隻ずつの新造を行っており、すでに昨年2022年までで6番艦までの寄港が実施されている。
現状では、タイゲイ型が最終的に何隻建造されるのかは確定してはいないが、現在、最も古い親潮型をすべて代替し、22隻体制を堅持するには、あと3隻。つまり、合計では、9番艦までは、少なくとも建造される可能性が高い。冒頭でも少し触れてきたように、オーストラリアが、攻撃型の原子力潜水艦の保有に、方針を大きく転換したり、海上自衛隊の中でも、VLS、垂直発射艦を搭載した、実証実験艦の建造が企図されるなど、潜水艦をめぐる動きも慌ただしい。そうした中で、これまでは、専守防衛の掛け声のもと、有事の際には、敵国の艦艇を攻撃することだけに特化して、進化を続けてきた海上自衛隊の潜水艦隊も、次の級の建造が具体化される頃には、大きな変革があるかもしれない。連続航行時間や水中の速度において、通常動力潜水艦に比べて、圧倒的な優位性を誇る原子力潜水艦について、これまでは、日本が保有を議論する機会も限られていたが、いよいよ、その領域を検討する時期に差し掛かっているようにも思える。問題は、今、現在タイゲイ型において、およそ700億円から800億円に差し掛かっている建造費がどの程度増加するのか、また、日本が、独自に、短期間で、原子力潜水艦を建造可能なのかという、技術的なそもそもの問題も問われるだろう。